皆さんこんにちは、奈良岡ニコです。以前あの動画で紹介したナンバーワン歌姫決定戦っていうの覚えてらっしゃいますか？動画見てない方はぜひ見てみてほしいんですけど、そちらにですね、私自身も応募したんですけど、なんと一次審査通過いたしました。イエイ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 、ラッキー。はい、超ラッキーなんですけど、でですね、なんと応募が1000人ぐらいいたらしいんですね。で、その中の50人に選ばれました。ちょっとラッキーすぎません？ちょっと私自身使い果たしてないかすげー今心配なんですけど、まあとやかく言うてもですね、もうラッキーにはもう越したことないので、ぜひこのチャンスものにしたいんです。先日、お台場の夢大陸、フジテレビでやってる大きいイベントです。あれのですね、一番大きいステージで私歌ってきました。もう超気持ちいいですね。やっぱり日頃 YouTube で鼻につく歌を歌ってるだけあって、ちょっとなぜか人前ではないですけど、やっぱ YouTube で人に見られてるっていう感覚がね、身についてたのか全然緊張しなくて、もう超気持ちよかったんですよ。で、歌うの楽しいなってなっちゃったんで、もうぜひともこれはもうなんやかんやチャンスものにして、なんか歌とか歌いたいです、私もっと。なので二次審査がウェブ投票になるんです。なのでぜひ皆さん投票をお願いします。で、下にリンクを貼っておくんですが、そちらにアクセスしていただいて、候補者一覧っていうところがあるので、そこに私奈良岡ニコがいますので、ポチッと投票するボタンを押していただければ簡単に投票できるんで、ぜひともよろしくお願いします。で、1日1票できるんです、毎日。なので携帯でね、もう日課にしていただいて、iPhone だったらホーム画面に追加みたいな感じで、もう日課にしていただきまして、で、プラスアルファですよ。プラスアルファぜひね、お持ちのパソコンやら、ね、お母さんの携帯、お父さんの携帯、お兄ちゃん、お姉ちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんの携帯、もうなんかいろんな端末、いろんなサーバー駆使していただきまして、ね、皆さんパソコンとかね、ネット大好きな方々でしょうから、もういろいろ駆使していただいて、もういっぱい投票してください。よろしくお願いします。で、投票がですね、12月まで投票期間があるので、結構長いんですよ。なので、本当皆様の持続性にかかっております。よろしくお願いします。なんか今までね、結構投票のなんか企画がちょっと私自身多くて、もうなんかちょっとコリゴリはしちゃってるんですけど、今回のが多分一番なんか規模が大きいイベント企画なので、なんかすごい頑張らせていただきたいです。なんかね、もうニュースとかにもなってたんですよ。なんか朝日新聞とかのニュースとか、なんかテレビでも流れてましたし、なんかね、こう自分的にはそんなにすごいことだと思ってなかったら、意外とすごいことだったみたいで、ちょっとこれは注目度が高いので、ぜひともチャンスをものにさせてください。よろしくお願いします。ということで、ちょっと今日はお願い動画になってしまいましたが、今後とも奈良岡ニコよろしくお願いします。はい、ということで奈良岡ニコでした。バイバーイ。投票よろしくお願いします。